こんにちは。こんにちは。今日は最近ね、お客さんに言われたんですよ。小顔矯正をやるんだったら、あなたの相方を小顔矯正したらどうですか？相方でけえぞと。あんた、お客さんが小顔にする前に、一番小顔にしなくちゃいけない人横にいるんじゃないですかって言われたんで。東大元暮らしですね。今日は、だから僕が彼の顔をちょっと小顔にしようかなって。おぉ、してください。今だってあれじゃん、もうほんとリクームぐらい顔でかい。でけえな。でけえ。のりまきせんべいさんぐらい顔でかいじゃん。ニコちゃん大魔王みたいじゃん。ニコちゃん大魔王知ってる？もはや顔に手と足ついてるだけだ。そのぐらい大きいんで、ちょっと僕のね、この小顔の施術でどのぐらい顔がちっちゃくなるのか、ちょっとなりますかね。いや、なるでしょ。なりますか。なんでちょっとどれぐらい効果があるのかぜひ見てください。実際な、本当に施術すんのって思われそうだし。確かに。やってやろうかなと。本当ですよね。整体師なのかどうか、今危うい。危ういから。やりましょう。やりましょう。OK、やろう。お願いします。あれだな、こうやって寝てると、はい、やばいね。超でかいよ。ドラゴンボールの人造人間、ハッちゃんみたいな。顔でけえ。超でけえじゃん。まずじゃあ、片方だけやっていくよ。やべえ、お客さんと同じようにタオルを引いたら、はい、まさかの届かない。顔がでかすぎて、お客さんと同じようにやったらタオルが届かないっていうこの大事件。確かに俺このままに顔でかい人の小顔矯正やったことないかもしれない。久々だな、小顔矯正って。じゃあこの顔をちっちゃくしてくるね。うわぁ、めっちゃ痛えな、固まってんだな。これやっぱあれですね、彼の頭はもう固まりすぎてやべえことになってます。これ本当は気持ちいいですもんね。だって本当は気持ちいい、うん、すごい引き上がってる感じする。これいつもはあれですからね、こんなにがっつりやらないですよ。この子の顔がでかすぎて、ちょっともうこれは意地でもちっちゃくしたいっていう、このそうですね。ブサイクな顔が。ブサイクになってない、ね、なってないですか。すごいかっこいいです。だろうよ。やばこれ。いいね。こんなもんね、企画ごとちっちゃくしてやりますよ。青のどうすか。今、頬骨あたりにこうアプローチしてるんですけど、実はこの押し方にめっちゃコツがありまして、これはきっと企業秘密です。やります。うわ、これやばい。これやばい。やっぱりね、こう顔のむくみを取りながら頭蓋骨にちょっと動きをつけていくみたいな、頬骨ってやつ。そのことによってこうね、だんだん顔がよりね、昔の方がね、金子さん顔ちっちゃかったんですよ。マジで。なんかね、年取るにつれてね、だんだんね、モアイ化してって。本当に。たまにサロン内ですれ違うと、モアイが歩いてるかのような。モアイみたいな。おぉ。いや、もうね、今、右側だけやってるんですけど。だいたい12、3分やりましたよ。やりますよ。今、右だけやったんで、一回、右側だけ。どう？右だけすげえ上がってる感じする。感覚は。いや、もう全然違うよね。違うよね、うん、目の大きさとかさ、うん、右だけ右だけ全然ねえ、めっちゃシャープだよね。めっちゃシャープです。こっちだけね、いい感じでシャープになってます。ついに。おお、めっちゃ上がってる。そうでしょ。はい。なんでかなりね、今わすげえ13分、まあ、15分もやってないぐらいで片方やったんで、でこれでもう片方やってやると全体的にこう顔がシャープになってくる。イケメン化計画ということで、今日はこれで終わりにしますんで。いや、こっちやってないです。いいです。
よくない、よくない。そのまま、そのままちょっと片方だけシャープのまま。やだ、よくない。こっちも上げてください。こっちもね、こっちも。っていうことで、今回は金子の顔を片方だけ小顔にしてみた。そういうこと。そうです。なんで、いつもね、どんなことやってるのかっていうのをちょっとね、なんとなく知りたいかなと思ったと思うんで、今日はね、ちょっと僕の小顔の技術を軽く見せました。ほんとちょっとしかやってないけど。こんな感じです。じゃあ終わりにします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。これどんな感じですか。ちょっと一回見たい、一回見たい。やば、めっちゃ上がってんじゃん。こっち上げてくださいよ。やりません。やってください。嫌です、もう疲れました。本当やってくんないですか。やんない。